赤津登場ってもうコメントをもらったぞ。よいしょ。紹介しますか。はい。はい。これで OK？ 放送、再送、止まっていると感じたら。あ、行った。こんばんは。はい。茅ヶ崎市議会議員の長谷川由美です。今日はもうすでに14人も見てくださっていてありがとうございます。コメントもすでにいただいておりまして、和骨ということでありがとうございます。おう、今日はうまく映っているでしょうか。そして、音も OK でしょうかね。由美ちゃんと JC が好きな41歳。JC！ え、JC って青年会でしょ？ じゃなくて。OK！ OK！ ありがとうございます。今日はこのエボシーワの秘密を手にして放送を始めました。Facebook などでもね、ご案内をいたしました。今週の土曜日9月7日は、エボシーワ上陸大作戦。あ、コロリンさんこんばんは。あ、長浜さんもこんばんは。ありがとうございます。あさってにはですね、茅ヶ崎のシンボル、かのエボシーワにね、渡ろうという大作戦を決行いたします。チキンラーメン付きです。ということで、この茅ヶ崎で作られたエボシーワの秘密というね、パンフレットをもとにお話をしたいなぁと思っています。JC が好きです。うふふふふふ。ですか？はい。そして、その前にですね、ちょっと市議会議員っぽいお知らせ。全国瞬時警報システム、J アラートっていうのをご存知ですかね。ゆみちゃんも好きです。ありがとうございます。はい。9月の11日、来週の水曜日なので、次の放送より前なので、今日最初にね、お知らせをしますね。要するに何かもう本当に大変なこと、ミサイルが飛んできたであるとか、非常に重要な、情報を全国一斉に伝達をするという情報配信システムの伝達訓練が9月の11日、11時からと11時30分から行われます。これはですね、茅ヶ崎の場合は防災行政用無線を使用をして、これは試験放送です。これは試験放送です。これは試験放送です。こちらは防災茅ヶ崎です。というような放送が流れます。9月の11日でございますので、ぜひですね、覚えておいてください。なってもびっくりしないでください。これは練習です。9月の11日、11時からと11時30分から。そう、9.11の日だね。そうですね。例の日でございます。この日に、J アラートの試験放送がありますので、どうぞご協力よろしくお願いします。くしくもね、ってことだと思いますけれども。絶対なるの？絶対なるのって、大変なことが起きるんじゃなくて、大変なことが起きた場合の試験放送はあります。桑田さんも必見ですよ。桑田さんも必見。あ、さっきまで小川舞子ちゃんの動画見てました。桑田さんも必見。いろいろ来てますね。ありがとうございます。はい。そうそう、桑田さんの話でね、早く市役所問題解決してください。市役所の問題はですね、すでに、どういう意味だろう。この問題解決っていうのはどういうことでしょうかね。市役所は建て替えるという方向でただいま進んでおりまして、今月来月あたりには基本の設計の方の発注が出るところでございます。オレンジ系の服多いですか？はい、多いです。オレンジを見たら津波か長谷川由美と思ってくださいね。なんで津波か思う、津波って思うかって知ってる人いたら書き込んでね。共産党の人ですか？いえいえ。みんなの党でございますね。はい。甘党の、甘党です。大好きです。甘いものを。日に1日に1回は甘いものを食べないと機嫌が悪いです。はい。桑田さん、市民栄誉賞でしたよね。私顔、共産党っぽい、そうかな？はい。桑田さん、市民栄誉賞を取りました。でね、そういう時のさ、伝達手段っていうのがさ、なかなか遅いのよ、茅ヶ崎市役所。例えば、こういう紙がですね、記者発表が行われると配られるわけです。ここらに記者発表資料って書いてあるんだけど、これさ、ポストに入れられてるわけ、こういう紙が。でもさ、記者発表した瞬間にさ、新聞社の人たちっていうのは持って帰ってすでにネットにアップできるわけね。ところが、この紙と同じ PDF が茅ヶ崎市役所の、ホームページにアップされるのは、
この記者発表があって翌日の昼の12時なわけ。ってなると、ほぼ丸一日この情報伝達が遅れるっていうことで、私は、茅ヶ崎のこの記者発表の資料っていうのはもっと早くホームページにアップするべきだし、なんなら記者会見をこうしたニコ生とは言いませんまでも、ユーストリーム放送でもいいです。ネットの放送でもいいです。そういうことはできないんですかというふうに、働きかけているんですが、様々な取り決めがあって、なかなか難しいんだそうでございます。で、こんなことをね、明日、皆さんのお手元に行く、茅ヶ崎のタウンニュースの方にも、一コマ、寄稿をしておりますので、見つけたら読んでみてくださいね、って言ってる間にたくさんたくさん。そう、だからね、桑田さんの市民栄誉賞 を送りましたっていうのだってさ、31日に送ってるのにさ、9月の1日の昼になってからホームページにアップされたんだよ。残念ですね。もっと早くていいんじゃないのかね。はい。甘いものって何が好きですか？みんなでに、なんだこれ、どう。みかんですか？みかん？オレンジだから？うん。みかん色も好き。なんでニコ生をやろうと思ったんですか？実はあまりよくわかってなかったんですけど、知り合いの方に勧められてやってみたらこれとっても面白いですね。たくさんコメントをいただけて嬉しいです。どこで配信しているんですか？はい、ピンポーン。長谷川由美自宅でございます。由美ちゃんが桑田さんに賞を渡せたらね、そんな光栄なことがあったらね、本当にすごかったですね。サザンのライブね、街中がライブでみんなで、この街でライブしようってあんなに才能のある人が選んでくれて、帰ってきてくれて、私たちもそれを一緒に楽しむことができたっていうのは素敵だったなーって思っています。昨日から、今夜にかけての雨すごかったね。そうです。茅ヶ崎市内の小中学校はお休みになりましたね。ところが、松林中学校だけは試験だったということで、期末試験だったということで、行かなければならなかったそうでございます。小学校の先生ですか？いえ、市議会議員です。はい。タウンニュースは月何回発行ですか？タウンニュースはですね、毎週金曜日に発行されていますが、私、長谷川由美は月に1回、第1週目の時に、こうしたね、ちっちゃい記事を載せさせていただいております。いろんなことを書いていきますので読んでみてくださいね。維新なら応援するのに残念でしたね。維新じゃないです。放送の説明文読めば解決するよ。ん？何？あ、説明文を読むとニコ生のことが分かんないってことかな。そういうことかな。大阪市長会見みたいなものですが、ニコ生で配信。うん、だからね、要するに発表してからみんなのところに行くまでにあまりに時間がありすぎると思うんですよ。前の日の記者発表と同じ PDF がホームページに載るのに1日かかるのはもったいなくないかと思っています。どんどんね、ありがとうございます。たくさんの人をね、エボシマロを言う、もっと活用したら、有効活用したらどうですか？そうですね。マロ殿下ね、近頃大活躍でございますからね。もっともっと活躍しても欲しいと私も思っています。茅ヶ崎市内でのね、イベントなんかも、観光協会に申し込んで、ちょうど日程が合えば、エボシマロ殿下は来てくれますのでね、イベントなんかの時にお声をかけてください。茅ヶ崎市民じゃないんだけど、タウンニュースみたいな、どうしたらいいの？はい、長谷川由美の Facebook ページがあります。そこには同じ内容を掲載をしますので、そちらもご覧になってください。それから茅ヶ崎の子供たちは、持久走練習してるかな？ん？持久走って冬にやるマラソンみたいなやつですよね。ん？どういう意味だろうね。よくこんなに早いペースのコメント返しますね。ガンガン頑張っていこうと思っています。なんで全国向け？別に世界向け。全国とは思っていません。世界向け。どこででも、コメントなどいただければ嬉しいです。茅ヶ崎市役所に行く他ないんじゃ。51。ごめんなさい。コメントのナンバーがあれだよね。津波から逃げるように持久走を毎週やってるところがある。津波から逃げるために持久走をやってるところがあるんだ。へえ、そうなの。それは知りませんでした。なるほど。茅ヶ崎ではね、海の海難事故から逃げるためには、着衣泳っていうのをやってます。服を着たままね、プールの中で、どれぐらい負荷がかかるかとか、その場合にペットボトルでさえもあると浮くことができるよとか、そういう体験をする着衣泳っていうのを、茅ヶ崎市の小学校では、高学年になると必ずやっています。火星から見てます。ありがとうございます。そういえばさ、茅ヶ崎から二人宇宙飛行士さんが出ていて、確か野口さんが宇宙ステーションにいるとき、エボシルアを照らして
見てもらおうっていうプロジェクトありましたよね。かなり無理だったと思うけど。はい。国領高校の移転問題に関してどう思っていますか？重要な遺跡が眠っているということで、遺跡と共存できないかと私は思っています。そしてその遺跡はたくさんの人に見てもらうこと、そして地域で、研究をする、一緒に考えていくという人たちが育っていくのがいいんではないかと思っています。反抗的でしょ、後ろのポスター。着衣で泳ぐの難しい。そうなんです、そうなんですよ。愛知県の田原市の小学校で丘の上まで何分以内に逃げられるようにって持久走やってますよ。なるほどね。ここは丘があるんですね。茅ヶ崎ね。丘がないっていうのがね、一番辛いんだよね。茅ヶ崎警察署がジャスコ近くに移転するって本当ですか？計画があります。あそこ今すっごい古いじゃない。だからね、計画はあります。遺跡ではない。茶碗だ。茶碗があるの？ジャスコってまだあるの？あ、ジャスコじゃないか。イオンね。イオン、イオンです。現イオン、そうです。現イオンでございます。ガンガンコメントに答えていますが、津波の対策をもっとやるべきでは、今ですね、丘がないので、津波対避所としてのマンションを大募集かけておりまして、今多分ね、150ぐらいマンション、逃げ込んでいいよっていうマンションができてきているところです。そしてこうやってお話をしていると、あさって行くエボシワのことが少しも話せなくなってしまうんですが、サザンの歌にも登場するエボシワですね。まずですね、エボシーワ、こちらの本名知っている人コメントくださーい。これは簡単な問題だよね。保育園を増やそうよ。はい、頑張っています。ですね、若松町のあたりにも保育園1個増える計画が来ました。茅ヶ崎の海は、なんだ、セシウムのチェックはされているんですか？市としてはやっていませんが、こちらは県の管理の方で県でやっていますね。エボシイワオ、エボシイワオじゃないよ。大磯のエボシイワとは違うの？大磯にもエボシイワあるの？ある？ある？大磯の方にちょっとイワあるの知ってるけど、あれエボシって言わないんじゃない？エボシイワは多分茅ヶ崎です。全国的にも江ノ島とエボシイワが湘南だとか鎌倉かとか思ってる人いるみたいですけど、そうじゃないですね。はい。エボシイワの本名は宇和島と言います。宇和島です。はい、なんだ、それから防災無線が聞こえない地域があります。非常事態に対処できないので何とかしてください。これはね、ずっとずっと大問題で、私も、FM ラジオ局を創設するべきではないかというようなことをずっと言っています。そしてそういう市民団体も今活動しています。それから茅ヶ崎市は今回緊急の時に、勝手に音の鳴り出すラジオっていうのを開発しました。今年の9月から確か2000円で頒布を開始します。でそちらだと防災無線が入る、勝手に入るっていうラジオになっていますので、こういうものの活用も進めていければと思います。今日眉失敗 してるっていうか、いつ成功してるかっていうぐらい眉ね、成功すること、あ、本当だ、こっちないじゃん、ダメじゃん、もっと書いとけ。失礼しました。はい、逆にうちは防災無線がよく聞こえるようになった。なるほど。あ、増設ね、増設っていうのもありますからね。このうん、それから何、すごいガンガン今日はありがとうございます。でもさ、エボシーワのことちょっと喋ってもいい？あさって行くんだけど、皆さん行ったことある人はいますか？そしてエボシーワどうやって渡れるか知ってますかね？エボシーワに渡る方法、スローイン、スローイン、いらっしゃーい。防災無線のラジオについて詳細な広報がなされていません。広報茅ヶ崎にも載っていましたが、ご覧になっていない方、茅ヶ崎市のホームページの方からもご覧になれます。あとで、私の Facebook ページとか、Twitter の方で、このページの方をご紹介をしておきますね。はい。眉毛なくても可愛い。ありがとうございます。あ、エボシーワの秘密知ってる？教えてください。大磯のエボシーワしか知らん。あ、そうなんだ。はい。漁船で行くしかないんじゃない？ピンポンでーす。今、エボシーワへ、定期航路っていうものは、渡船って言われる釣りをするための船しかないんですね。それ以外は、自分の船とかね、例えばカヌーとか、サーフィンとか、泳いで行くっていう人も時々いますけれども、そういう手段を持っていない場合は、茅ヶ崎漁港から、渡船に乗って行くことになります。これは、なんかね、漁港が、第一種漁港っていうやつで、漁業をするために国がお金を出して作った港なんですって。
一次産業を保護するために。だからそれ以外の目的に使うことは基本的にできないので、よくね、市議会の、質問とか市民の希望とかっていうのでもあるんですけれども、今、茅ヶ崎の漁港から烏帽子岩に向かって遊覧船などを出すことができません。年に3回だかはできるんですけれども、それはもう観光協会のルートとして決まっているので、今ですね、烏帽子岩に行くためには釣りをするための渡船に乗って行くことになります。で、ただ烏帽子岩で違うことをしちゃいけないのかっていうと、そうじゃないんですね。こちらの烏帽子岩の秘密っていうのは、この浜家というね、チームの皆さんがこう作ってくれたものなんですけれども、こちらによりますと、烏帽子岩っていう、烏帽子岩の、ね、成り立ちとかね、どこに属してるのとか、そもそもね、烏帽子岩は茅ヶ崎なのっていうような、あれも載ってるんですけど、烏帽子岩には住所はないんですって。でも、こちらは国と県が管理をしていると。で、鳥獣保護区、自然環境保全地区、県立自然公園、生息地保護区などにはなっていないということなので、立ち入りの制限などはされていません。ただ、やっぱりですね、私たちの常識を守って、茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例、綺麗な茅ヶ崎条例にのっとってですね、ポイ捨てなどをしないで、楽しくみんなで活用できるものになっていってほしいですね、っていうことでございますね。どこまで読んだ？すごいいっぱい。すごいいっぱい来てる。見るものだと、元海軍の祖父が、烏帽子岩行くものじゃない。見るものだと、元海軍の祖父さんが言ってらした。そうなんだ。まあ、ここね、軍事演習などにもね、使われていましたからね。はい。アメリカ軍は撃ってた烏帽子岩っていうことに関して、このパンフレットの中にもね、古い写真とね、新しい写真が載っていて、これ見てもらったらチッターわかるかな。ここなんだけど。ここね。上と下の写真で、白黒の写真とちょっとカラーの写真で、若干一番上のてっぺんの方に形に違いがあるの見えますかね。これがアメリカ軍の演習でもってちょびっと欠けてしまった前の烏帽子岩と、その後の烏帽子岩ということになります。はい。誰でも行けるの？はい。誰でも行けますね。特に制限っていうものはありません。ただ、渡船の場合は、小学生からっていうことになっているので、それより小さい皆さんは、大きくなるまでちょっと待ってくださいね。で、私は、烏帽子岩海の自然体験教室という、ボランティアチームがやっている小学生の5年生から中学校3年生まで、烏帽子岩に行ってシュノーケリングをするという海の教室をお手伝いさせていただいているんですけれども、そういった形での、参加をすると、向こうに行ってシュノーケリングをするっていうようなのも年に1回は行われています。私は、海大好きですし、茅ヶ崎市でね、こうやって見て、まあ先ほど行くところじゃないってお話もあったけど、烏帽子岩ってね、みんながね、茅ヶ崎で生まれ育ったらね、一度はね、行ってみててもいいんじゃないかなっていうぐらい自然の宝庫なんだと思うんです。実は私もまだ行けたことがないんですね。あさって、いよいよ行けるかと思いますけれども、それで、教育委員会の方と、烏帽子岩に遠足ぐらいあったっていいんじゃないかっていうようなお話をしたことがあるんですが、お答えとしては、やはり、海の真ん中だっていうことの危険度の高さ、それからまあ津波のこともあったので、保護者がそれは、無理だと思いますっていうようなお話をしたりしました。まあ確かに危険度はね、浜で遊んでるより高いですよね。でももう少しね、この茅ヶ崎のシンボル、烏帽子岩っていうところに行って、どんな自然、大事なものがあるのかっていうようなことを知る機会があってもいいんじゃないかなと思っています。先ほどもお話ししましたが、市議会の中でも烏帽子岩にこう定期的に行けるような、観光にも行けるようなルートっていうものはないだろうかっていうような、意見もあって、市としてもそういうことが可能ではない、可能かどうかっていうことをいろいろ模索していて、近いうちにはちょっともう少し今より規制を緩く行けるルートっていうものについて、行くかなっていう、ね、行ける方法っていうのも出てくるんじゃないかなっていう、ことになっておりますので、ぜひぜひお楽しみに。行きたくない人は当然行かなくていいのよ。でも行ってみたいと思う人がたくさんいるっていうことは、今回烏帽子岩上陸大作戦を企画して、たくさんの人が行きたいよって言ってすぐに定員いっぱいになっちゃったことでよくわかりました。今年ですね、一生懸命行っていろいろ調査をしてですね、来年以降も私はこの企画やっていきたいと思っています。それからどんどん来たよ。
茅ヶ崎にはロケ地ありますか？あれば教えてください。海岸はね、結構いろんなロケ地に使われていますよ。はい。ちょっと今具体的にいろいろあまり言えないんだけどごめんなさい。今度ちゃんと調べておきますね。小説の創造ラジオみたいな、小説の創造ラジオみたいな仕組みで配信できたら面白い。ん？よくわかんない。よくわかんない。よくわかんない。茅ヶ崎市は、US 通貨って飛行艇で遊覧飛行できるようになったらいいな。それ面白いですね。はい。このパンフレットの中に、空から見たエボシーワって映ってるのね。陸から見るとさ、エボシーワの形のところぐらいしかないのかなって思うんだけど、結構ね、こう岩礁になっていて、いろんなっていうか、大小様々な島から成り立っているんですよ。はい。こういう風にね。いろんな島から成り立っていて、渡船で磯釣りを楽しむ方は、この島から島へ途中で移ったりするんだって。そのうち韓国に取られるぞ。エボシーは？それはまずいでしょ。バーベキューとかやっていいの？バーベキューをやっちゃいけないってことにはなってないですけれども、例えば、直火でね、岩の上で、ここにも書いてあるんですけど、岩の上で火を起こしてしまうと、そこの岩が火によって変色をしてしまう、変質をしてしまうので、そういうことはやめてください。ということです。そしてゴミはもちろん持ち帰らなければなりません。それは浜でやっても、自分家の庭でやってもそうだと思うんですけど、ほら、ウッドデッキの上でさ、バーベキューやるってやっぱりおかしいと思うんですよ。木って燃えるところだからね。そういうね、常識は守っていかなければいけないと思います。茅ヶ崎と聞いて、藤沢市民だけど来ました。はい、どうぞ。大ウェルカムです。なんでここで韓国のものにだ。じゃないよ。中国の島あるよ。って言われないように。ってなんかよくわかんないのが続いちゃったけど。共通の相模湾を意識してほしい、どこの町でも。そうですね。相模湾のね、なんていうの？この沿岸の町っていうのかな？湘南の町始まってて、私は茅ヶ崎にいるから湘南の町から話が始まるんだけど、ここにはですね、例えば、茅ヶ崎館さんたちが取り組んでる湘南庭園文化っていう言い方を彼らはしているけれども、別荘地を寄付、だったところをね、基本とするような、文化圏っていうような考え方もありますしね、ちょっと前にはですね、文化構想なんていうのもね、県の方で、プランがあったようでございますよ。この方、伊豆諸島が東京であることをもっと悔しがらないと、相模湾を相対的に捉えず、みんなバラバラ。そうすると投入してくるんだ。この放送も人気出てきたね。ありがとうございます。そうそう、危険って言ってたら何もできないんだよ。だから、無理強いしちゃいけないと思うんだけど、だってさ、茅ヶ崎市内どんだけエボシーワある？駅にも、駅の、ホームの先っちょにエボシーワあるの知ってますか？茅ヶ崎の若い人は茅ヶ崎のどこで遊ぶんですか？これは、海って答えが早速来てますね。海で遊ぶ人は多いですね。海はやっぱり楽しい、遊ばせてくれるところです。またすぐに企画してありがとうございます。まあ観光資源は大切だよね。うん、あとね、観光資源でもあると思うんですけれども、やっぱり、エコツーリズムというか、海があって、茅ヶ崎があって、海辺の人たちがずっと暮らしてきた街でもあるので、海の自然っていうのをもっともっと知れたらいいなって思ってます。Google マップにエボシーワ載ってないんですが、嘘、載ってたと思うよ。茅ヶ崎公園少ない。めっちゃ公園少ないです。今、面積を上げるために頑張っているところでございます。エボシーワの秘密で検索するともらえるところ出てくる。あ、これですね。はい。これはまだあるので、こちらにも連絡先とか載っていますけれども、もらえるものです。市役所に行ってももらえると思いますのでね、検索してみてください。そうだ、さっきどこでもらえるのってコメントいただいたと思うの返事してなくてごめんなさい。あとでこちらの方もね、載っけておきますね。で、フィフィの親戚ですか？ん？防災無線とは別に、無線、行政無線で老人の行方情報を流していただきたいです。防災行政用無線って防災無線と行政無線が移植したになってるんですが、今、いわゆる防災行政用無線では流しているけど、
これ以外はどうなのかな？湘南市構想は消えたの？これね、消えたと言っては多分いけないというか、私的にはですね、みんなの党は道州制っていうことを言っています。で、道州制になった時には、まあ、100万ぐらいの都市っていうようなことを考えていますので、そうなれば当然湘南市っていうのがターゲットに入ってくると私は思っています。心の親戚だよ、由美ちゃんは。え、ありがとうって感じなんだけど、親戚よろしく。はい、海観光圏の意識がなさすぎ相模湾人。相模湾をね、一つって考えろっていうことですね。そうそう、伊豆諸島品川ナンバーなんだよね。これびっくりしますよね。確かに確かに。相模線の、あ、ピンポーン、そうです。エボシーは駅の中にあるのは相模線のところでございます。伊豆諸島は静岡のものだったんだよ、昔は。へえ、そうなんだ。エボシーはね、大島のものだったんだよ。知ってた？嫁に来たんですよ。嫁に来たというか、嫁入りの道具として、茅ヶ崎に来ました。はい。それから、ハワイも沖縄も好きだが、その前に伊豆諸島、東京から奪還した方が良い。これって、何？相模湾沿いの都市が？例えば湘南市が伊豆諸島、東京から奪還するっていう意味かな。はい。そうですね。エボシーワのこといろ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 載っていますが、あさってね、少し心配、私は海のことの専門家ではないのでよくわかんないんですけれども、天気が例えば良かったとしても、エボシーワは、ほら、港とかないじゃない。ただの岩だから、岩だって言えば。なので、波が高いとね、船から岩に渡れないんですね。なので、今、その中止とか最高基準っていうことを、一応、詳しい方の資料や、エボシーワ自然体験教室さんの資料をもとにして決めたんですが、1.8 メートル以上の波があった場合は、渡ることができません。これもまあ自然体験なんだけど、しょうがないですよね。でね、その渡る時もね、こう運動具とかね、シューズがいいんだよって聞いたんだけど、ぼちゃって海に一回入んなきゃいけないっていうことがあるので、じゃーん、購入しました。こんな感じ？こう濡れてもいい。ビーチシューズ。いわゆるビーチシューズですね。こういうものにね。こういうものがあると、岩場。エボシーはめっちゃ岩ですから、こういうものがあれば渡る時に濡れても OK だし、ちょっと、梅干しイソギンチャクとか、カエルウオとか、ちょっと珍しい生物が茅ヶ崎には、じゃないや、エボシーワにはいるのでね、こういうのをね、観察するにもいいと思っております。どんどん来たね。茅ヶ崎はハワイアンカブレが多い。そう、ハワイアンカブレめっちゃ多いですよ。フラもね、すごくいいんだよね。背景は真っ白の方が映えると思うんで、これ、そうかね。それから、明治期に静岡に属してた時が伊豆諸島はあるんだ。へぇ。茅ヶ崎が市で、茅ヶ崎が横浜の地名だからね。そう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 。鈴木区にね、茅ヶ崎っていう地名があるんですよね。しかもさ、そこに中原街道が通ってるもんだから、すんごいややこしいのよ。茅ヶ崎っていうところにいるのに、茅ヶ崎市っていう、なんていうんだ。行き先看板が出てたりするのね。今日はすごい早いですね。あと1分54秒になってしまいました。いいな、その靴。いいでしょう。これはちょっと便利そうなので、今回ね、試してきてみます。領収書もらってきます。もらってますか？領収書をもらったとしても、どこでも落とせません。これは政務調査費では落とせません。茅ヶ崎シューズ、いいね。茅ヶ崎ってわけではないかもしれないけどね。ゆみちゃんのイメージビデオを出してほしいな。そのポーズいいね、これ。どこでも落とせませんっていうちょっと寂しいポーズなんですけど、で今日は何の放送だったんですか？今日はですね、この去っていくエボシーワについての予習ということで、こんな生物がいたりとか、エボシーワっていうものには渡るのには渡船でないとダメだとか、そういう、それをポスターにしよう。あ、これポスターでいい。国会議員はキャミソール変える、キャミソール変えるの、そうか。衣装台みたいな感じで落とせるんだ。さて、来週の放送、まだちゃんと考えてないぞ。でも、ただいまね、議会中ですのでね、議会のことをね、来週は今、決算委員会っていうのをやっていますので、そのことなどをご報告できるかなーなんて思っています。知らないことだらけだった。ありがとうございます。今日ね、なかなかちゃんとこう全部はお伝えできなかったエボシワの秘密ですので、私の Facebook や Twitter の方で情報を流しておきますので、どうぞご覧になってください。ありがとうございました。明後日はエボシーは行けるように、どうぞ、
祈っててくださいね。海の神様八大竜王にお祈りをして、今日は、放送を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。もっと楽しくしてね。ありがとう。もっと楽しくできるように頑張ります。ありがとう。いってらっしゃい。ありがとうございます。楽しんでまいります。